皆さんこんにちは、DT 村田です。今回も酒井先生に教えてもらいたいと思います。前回ブロックを教えてもらったじゃないですか。はい。今回ちょっとマニアックっすよ。マニアック、はい、目線の使い方、目の使い方です。今回はすごく重要ですよね。めちゃくちゃ重要です、うん、もう何するにしてもこの目の配り方とかそういうものは上達には欠かせないと思うので、酒井さんがどういうふうに普段伝えたりとか自分自身がどうやってるかっていうのを聞いていきたいと思いますので、今回よろしくお願いします。お願いします。じゃあ先生、はい、目線がなぜ重要なのかですね、はい、そこからお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。目線なんで重要かっていうところで言うと、卓球ってやっぱすごい速い競技なので、はい、予測とかっていうのがすごい重要になってきます。うんうん。そのために大事なのが目の使い方。私とかも動くのすごい遅いんですけど、予測で勝ってきた、うん、これ自信あります、はいはいはい、なので目の使い方ちょっと覚えてほしいです。なるほど、はい、ズバリ目の使い方はどうすればいいんですか。はい、よくお客様とかでいらっしゃるのがボールを追いかけちゃうなっていう方、はい、結構いるかなと思います、はい、そうですね、はい、で、それ良くないよっていろんなコーチが多分もうおっしゃってると思うんですけど、うん、じゃあどう見ればいいのっていう話だと思います、うん、結論言うと、うんうん、焦点を決めないっていうのが、はい、目の使い方のポイントです。ぼやっとさせるってことですか。そうです。なんか大自然を見るときにあ、すごい綺麗って見るじゃないですか、うんうんうん、あの時の目の使い方と一緒です。なるほど、うん、なんか本を読んでこの文字を一個一個追うっていう時の目じゃない、うん、こう景色を見て焦点を決めずにぼやっと見るっていうのが大事です。じゃあそれをどうやって身につければいいかっていうのを、はい、実際にちょっとラリーをしながら見ていきましょうか。はいはいはい、はい、最初にいきなりゲーム練習とかでこの目の使い方を覚えるっていうのは難しいので、まず基本のフォア打ちバック打ちの時からちょっと目の使い方っていうのを意識してほしいです。でちょっと悪い例いきます。焦点を置いてボールを目で追っかけてます。でこれだとどうしても打球点遅くなってしまいやすいんですね。なので、さっき言った通り焦点を決めないで打ちます。この時今、はい、どこら辺見てるんですか。もう全部見てます。バック側ももちろん入ってます、うんうん、後ろの景色も入ってる、全部入ってますね。結構なんかフォアだけでは見えてるっていう人いるんですけど、もっと広くないと、うんうん、実際のゲームの時に使えないので。そうですよね、はい、頭を動かさないっていうのは結構最初、そうですね、目で追っちゃう人はそれから意識してもいいかもしれないです。こうどうしても目で追っちゃうとこう頭とか顔が動くので、うんうん、まずそれを動かさないで打ってみるっていうのでもいいかなと思います。初級者の方だと自分のコートの3分の1ぐらいまでは見ていいと思います。なるほどなるほど、はい、これね、はい、うんうん、で、あとはもう予測してます。で、どんどんレベルが上がっていくにつれてこのフォーム、うん、相手の体勢とかっていうのも全部総合して大体ここに来るっていうのが大体分かってくるので、もっと早い段階で予測できるようになっていくと思います、うんうんうん、なのでまず初級者の方は自分のコートの3分の1ぐらいまでで判断する。なるほど、目安にやってみてもらいたいです、うん、なるほどね。これができないと予測もできないですよね。そう、戦術を組み立てられないですよね。そうなんです、余裕がなくなっちゃうので、ね、絶対勝てない、うん、そして最後までボール見るから戻りもできなくなるっていう。そう、めっちゃ大事なんですよ、うん、なので一番大事かもしれない。うんうん、最初フォア打ちで大体できるようになったなっていう時に次のステップとして、はいはいはい、うん、目の使い方意識してもらいたい練習、具体的な練習としては、はい、相手の練習の時に意識してほしいです、うん、っていうのは、例えば自分がワンコースでブロックとか、うん、左右に振る、ランダムに振るっていう時に目の使い方を意識してください。そうするといろんな情報が入ってきます、うん、っていうのは相手の体勢、はい、スイング、台との距離、うん、前後左右もそうだし、うん、あとはもちろんボールも視界に入ってくるので、ボールの位置、スピードとかいろんな情報が入ってくるので、例えば左右に振るときにこれぐらいの速度で振れば相手がちょうど届くなとか、うんうんうん、あ、これぐらいにちょっとサイド行き過ぎたらこれはちょっとさすがに届かないなとかっていうのがだんだん分かってくるようになるので、
それを意識すると、ここまで行ったら届くっていうのが分かると、ここまで行っちゃえば届かないっていうのが分かるので、それを試合でやればいいだけなんですよね。なるほど、なるほど。なので、それを意識して練習相手とかをすると、上達スピードはかなり速くなるんじゃないかなと思います。なるほど。はい、ちょっと目線のところだけをアップにするので、皆さん見比べてみてください。じゃあまず、追っちゃう人、追っちゃう人、追っちゃう人、はい、次にこうなってほしい、はい、ぜひ試してみてください。はい、概要欄を見ていただければ佐賀校長です受けられますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。